また暑くなっちゃったね。暑くなりました ねこんばんは、サリーズムギフトオブボイスです。いやー本当に暑さぶり返し、本当に、ね、この間までエアコン止めてましたもん。そう、秋来たのかなって、もうペイントだったね、はい、でももう梨食べちゃいました。あ、本当に秋してるじゃない。秋してました、はい、今日のアシスタントはあっさちゃん。はい、あっさです。どんなあっさちゃん。日々ハッピーなあっさです。いいねいいねいいね、それいいね。はい、どんなことがありました。まず一つ目、うん、はい、前回ゲストに来ていただいた鳥山真人さんの、うん、何回か告知させていただいたんですけど、岡間先生いやーもうオブスっていうその鳥山先生の、ハローアゲインっていう曲、うん、100人レコーディング、はい、100人レコーディング参加したじゃないですか、うんうんうん、なんと iTunes ストアで1位になりました。すごいよねすごいですね。瞬く間にリリース日に、うん、リリース日に1位取るんだ。そうそう、日曜日ですよね。そうそうそう、8月19日で鳥山先生のライブで1位のステージ発表がありましたよ、はい、かっこよかったですよね。素晴らしい、もういい曲で ねまた本当に。そしてもう一つは、もう一つイベントやってね、はい、同じ日で逆に鳥山さんのライブに行けなかったんですが、うん、沖縄ナイトボリューム1、はい、はい、あっさちゃん沖縄出身だからね。はい、沖縄出身なんで、沖縄料理いっぱい作って、うん、であとエイサーと歌を披露させていただきました、うん、おー、はい、楽しかったね。楽しかったですね。どんな方がいらしたんですか。そうですね、前、うん、フラダンスで一緒だった方とか、うん、あとはもうなんだろう、ニューヨークで、うん、うん、ちーちゃんってね、こてもゲストに前回来ていただいたんですけど、ヘナアーティストの、ね、はい、ちーちゃんとインドで、あ、インドじゃない、ニューヨークで出会った人とか、前日までインドにいましたっていう人とか、お店に来たりして、はい、すごい豪華、はい、あとフランス人が急に入ってきて、フランス語、はい、フランス語で、英語で、英語で、英語で、はい、大丈夫だった。ストリートファイターとかの、うんうん、ゲーム機があったんですけど、うん、それを喜んでやってました、これやっていいのって言って、はい、沖縄はちゃんと伝えられたのかな。はい、こうやってエサ踊って皆さんに伝えられました。いいね、それは良かったです、はい、さて、はい、今日はね、言葉を、はい、とても上手に使われる素敵なゲストさんです。はい、ちょっと今日は共感言葉の中から共感さんにお越しいただいています。今日も楽しみです。はい、サリーの部屋でございます。サリーズムギフトオブボイス、今日のゲストは中尾美香さんです。どうぞお入りください。こんにちは、よろしくお願いします。はい、失礼します。爽やかな春ですよ、そんな、はい、今日のゲストは共感言葉の専門家、中尾美香さんです。はい、美香の先生ですね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お越しくださいました。かわいい、ね、爽やかで、はい、ではですね、共感言葉ってすごくなんか分かる、うん、分かるんですけど、うん、なんかいっぱい共感することなのかなとか、まあ、いろいろそのあたりを詳しく教えていただきたいと思いますが、はい、まずこの共感言葉のこう仕事をしようと思ったきっかけは何でしょうか。はい、よくぞ聞いていただきました。はい、おお。ですね、まさに私が心を震わされた言葉に出会ったのがきっかけで、こういうのを仕事にできたらなと思った、ある出来事がありまして、はい、うん、何をご覧になって、うん、私高校生の頃、地元香川県なんですけれども、はい、そのある本屋でですね、うん、パッとこう置いてあった雑誌をね、ペラペラってめくったんですよ、それは音楽雑誌っていうね、音楽雑誌、音楽のことが載ってる雑誌だったんですけど、うん、はい、そこに私が見たライブのレポートが書いてあったんです。あ、それはちょっと嬉しいですよね。そうなんですよ、嬉しい嬉しい嬉しい。で、ね、その会場にいた時にはもちろん感動したんですけど、ね、あの感動がね、蘇ったんですよ、うん、読んだら、あ、文章から、そう、だから文章で人の感動を呼び起こせることができるなんてすごいお仕事だなと思って、で、私これ作る人になると思って、その時に音楽雑誌の編集者を目指すことになったんです、はい、あ、そうだったんですね、はい、じゃあそこからこう言葉とか文章を扱うお仕事をされてきたということですね、はい、そうです、ずっとそうですね。なるほど。そしてこの共感言葉っていうところにたどり着いたということは、はい、はい、
人って正論では動かないっていうのは話ってよく聞くんですね。言ってることはわかるけど、正論だなんとは思うけど、いやなんかやる気なんないんだけどみたいな時がありますね。特にね、素直に受け取れない時ありますよね。でも実はそれ同じことを聞いているのに、言われているのに、素直に動きたくなる時ってあるんですよね。それはどういう時かというと、先に心が動かされた時にジーンとしみって、あ、じゃあ自分もこう動いてみようとか思えるようになるっていうのが、人間の脳ではもうそうなってるらしいんですよ。先に感情が動いた方が心動くと行動も動かせると。というわけで、そこをね、共感を呼び起こしてから人に行動してもらったり、伝えたいことを理解してもらったり、大事だなと思って、共感言葉っていう風に、ね、なるほど、そうですよね、確かにいいのは分かってるとか、なんかこういっぱい情報が入ってきたとしてもまず心が受け取る準備ができていないと全部スルーしますよね。そうなんですよ、そのじゃあまず受け取る気持ちの方を先にこう開拓しちゃうっていう。そうなんですよ。おー、すごい。そうなんです。なんか分かっちゃいるけど、それって難しくないですか？そうなんですよ。ついつい、特にね、会社だと上司の方があれやってこれやってだけ言われると、はいはいっていう感じですけど、そこの声掛け一つで、やろうと、そのためにやるのか、よしって言って自主的に動いてくれるかどうかは、ちょっとしたそのね、共感を呼ぶ一言の声掛けで変わるとか、よく起きるんですね。なるほど。そうすると、この、活動の中で、具体的にこうどんな内容で組み込んでいくと、その受け取る気持ちができるんでしょうか？共感言葉でどうやって使うかですよね。実は、共感っていうのは共に感じるって書きますよね。でそれって、じゃあ先に感じてるものがないと人に伝わらないんですよ。自分の気持ちがこんな風に動いてるよ、こんな風に受け取ってるよっていうのを素直に言葉に出して、やっと相手に心が伝わると。その技はどんな感じなんでしょう。なんか共感できる言葉をなんか頭で探しちゃいますね。あれなんですよ、感情を言えばいいんですよ。嬉しいとか楽しいとか、そのままありのまま言えばいいってことですか？さっきのちょっといいお話だったんで、CM 中の話ちょっとバラしちゃっていいですか？いつもディレクターさんが少しね、音楽出すのがね、忘れちゃったりとか遅れたりした時に、ついね、朗読がすごく感動しちゃって忘れましたっておっしゃったら、腹が立たないのってサリーさんおっしゃったじゃないですか。そういうディレクターが若干1名いる。私今日いらっしゃらないですけど、素晴らしい共感言葉の達人だなと思います。そういうことなんですね。心を伝えたら、そういうことだったのかって、違うじゃないですか。腹立たないんですよ、全然。そうだから、人間関係を、ね、円滑にしたりとか、特にね、ちょっと言いづらいこととか、そういう時にも伝えやすくなるし、そういうことです。自分の心がどんな風に動いたんだよって、だからこうなったんだって、あなたはどうって言うと、相手もそっかそっかって受け取りやすくなると。そうなんですね。じゃあその実際、その共感言葉のその講座とかセミナーとかでは、どんな流れで進めてらっしゃるんですか？ですね、実はそのセミナーとか、企業研修も私させていただいてるんですけど、特に企業研修なんてね、正直ね、研修かよと最初は ね全然共感しないで生かされ感がありますね。場がね、南極ここみたいな感じで凍りついてる時があるんですよ。でアイスブレイクって言ってね、ちょっとここも気持ち溶かしてもらわないと、その後お伝えしたいことが入ってかないんですよ。どうするかっていうと、エピソードを話すんですね、いろんな。まず自分の自己紹介も、何々ですって言って、こうスペックをね、言うだけじゃなくて、自分が過去に、例えば新入社員の方に伝えたいんだったら、自分も新入社員の頃こんな失敗してねとか、でもみんなには味わってほしくないから今日やるよっていうことを、その時の気持ちも一緒になって、再現 VTR を話すかのように、こんなことがあったのって、みんな同じね、その失敗しないでねって言ったら、そっかそっかって、聞いてくれるようになるとか。まずはそこから入っていくんですね。そうです。エピソードっていうか、ストーリーで伝えるっていうのは、もう人の心に残る、すごくいいポイントなんですね。最初に知識を入れるのではなくて、物語を入れるんですね。あと、これをやらないとこうなっちゃうかもしれないから、やろうねっていうふうに、具体例を言ってあげるとか、なるほど。そして最大の効果があるというものをちょっと先ほどお聞きしたんですけれども、それは
暴露しちゃって大丈夫ですか？大丈夫です、はい、お願いします。私がですね、一番強力な共感文章だと思っているのは、手紙です。あ、お手紙、うん、はい、今ちょっと離れてますよね、お手紙ってね、うんうん、時代的にも。だからね、聞くんですよ。もちろんね、メールとかでもいいんですけれども、でもやっぱ手紙はね、手書きで書いて、届いちゃうと思うので、それだけでね、共感アップですね。で、手紙のいいところは、誰かのことを、確実に誰か一人のことを思って、何を伝えたいか明確にして書くじゃないですか。これなんですよ、人に伝わるポイントって。そっか、一体多数ではなくて、あなたに書いたっていうところがポイントなんですね。そうです。だからメルマガとか SNS でとかブログで発信するときに、誰に書いていいか分からないし、あんま伝わってる感じがしないっていう方は、誰か一人思い浮かべてもロックオンするんです。でその方にめがけて書いてるぞと、名前までは書かないけど、サリーさんに向けてこれ書いてるからねって言ったら、なんと不思議なことに後で、なんか私のことかと思ったっていう風にね、そういうのね、来たりする。そしたら一人に伝わったものは伝播するように他の人にもジーンと伝わるんです。なるほど。みんな人には言わなくても同じこと感じてるっていう、その共感の幅が伝わるんですね。さすが、それです。共感が、私もあるあるってことあるよね。あ、それ私もあるよって、はいはい、それが共感なんですね。そうなんです。あ、そこを引っ張り出すわけですね。そうです。なるほど。それなんか朝トレもあるって聞いたんですけど、はい、これなんかすごく興味深いのですが、ありがとうございます。あの朝トレ、私は共感言葉トレーニングジムというね、まあ、コミュニティをやっているんですけれども、まあ、ジムって名付けてますが、筋トレはしないんですね、本当の筋トレはね。でも言葉を発するための、なんだろうな、なんかちょっと言いづらいなとか、こんなこと言っていいのかなってところを、ブロック取ってもらって発信しませんかっていうのをやってます。で、朝トレは今自分がやるべきことを整理して、今日はこれやろうっていうのを宣言してもらい、SNS でも世界配信してもらうと。あ、すごい勇気がいるけど、そこ背中を押してもらうってことですね。みんなでやれば怖くない。あ、そうなんですね。いいお話のところですが、次のゲストさんを紹介してください。はい、はい、ゲストは斉藤さん、まさきさんですね。はい、はいはい、高田の前でカフェを今度から始めそうです。そうですね、はい、また次回も楽しみです。次は朗読のコーナーです。ありがとうございます。はい、続いてはお話のコーナーです。今日のお話は金のガチョウです。今回の絵は北森はじめさん、音楽はるいさんです。それでは始まり始まり。金のガチョウ。ある国にハンスという木こりが住んでいました。ハンスは正直者で優しい人間です。ある日、ハンスはいつものように森に木を切りに出かけました。さて、どの木を持って帰ろうか。どんどん森の奥へ入っていくと、切り株の上に小人が座っていました。おい、そこの若者、何か食べ物を分けろ、お腹が空いて死にそうなんだ。小人はこんな言い方をするので、誰からも相手にされなかったのです。それじゃあパンをあげるよ。優しいハンスはカバンからお弁当のパンを取り出しました。小人はあっという間にパンを平らげてしまいました。なかなかうまいパンだったぞ、助かった。よかったよ、お腹がいっぱいになったみたいで。お前はとても親切だから、良いことを教えてやろう。あそこに木があるだろ、あれを切ってみろ。小人はそう言って森の奥へ消えてしまいました。どういうことだろう。ハンスは教えられた木を切り倒しました。すると木の中にキラキラ光るものが見えます。これは金色のガチョウだ。すごい、こんなものは初めて見たぞ。ハンスはガーガー泣いているガチョウを抱えました。町へ連れて行って王様にお見せしよう。町は遠いので、ハンスは一晩宿屋に泊まることにしました。宿屋の娘はガチョウを見て驚きました。
まあなんて綺麗なガチョウなの、こんなの見たことないわ。さっき森で見つけたんだ。娘はガチョウの羽が欲しくなってきました。その夜、娘はこっそりとハンスの部屋へとやってきました。どうしてもあのガチョウの羽が欲しいわ。ハンスはぐーぐーと眠っています。一枚くらい分かるわけがないわ。そっと取ってしまいましょう。そして娘はそっとガチョウに近づいて金色の羽に触りました。ところがなんと娘の手はガチョウから離れなくなってしまいました。なんてこと、手がガチョウから離れないわ。そこへ2番目の娘がやってきました。何をしているの。あら、綺麗なガチョウ、手が離れないのよ。嘘おっしゃい、独り占めにするつもりだったんでしょ。姉さんったらひどいわ。私にもその羽をちょうだい。2番目の娘はガチョウを触ろうとしました。すると今度は2番目の娘の手が1番目の娘にくっついて離れなくなってしまいました。どうしましょう、手が離れない。そこへ3番目の娘がやってきました。姉さんたち何をしているの。あなたは絶対こっちへ来ちゃダメ、またくっついてしまうわ。お願いだからあっちへ行って。もう早く部屋へ戻りましょう。3番目の娘が2番目の娘を引っ張るとやっぱり手が離れなくなってしまいました。次の日の朝、ハンスが目を覚ますとガチョウの横で3人の娘が大騒ぎをしています。一体どうしたんだ。ガチョウから手が離れないのよ。ハンスがガチョウを持ち上げても3人は離れません。しょうがない、このまま町へ行こう。ハンスはそのまま宿を出ました。しばらく行くと4人がぞろぞろ行くのを真面目な牧師が見つけました。おい、君たち娘が大勢で若い男の後を追いかけるなんて行儀が悪いぞ。仕方がないのよ。私たちだって追いかけたくて追いかけてるわけじゃないわ。何を言ってるんだ、ほら早く離れなさい。牧師は3番目の娘の手を捕まえてハンスから離そうとしました。すると今度は牧師も離れなくなってしまいました。なんと、これはどういうことだ。そこへ牧師の弟子がやってきました。牧師様が若い娘の手を握って歩くなんて恥ずかしくないのですか。ちょっと待ちなさい、これには事情が。牧師が止めるのも聞かずに弟子は牧師に触ってしまいました。弟子の手もみんなと同じようにくっついてしまいました。困った弟子は向こうからやってきた二人の農夫に頼みました。お願いですから私たちを引っ張ってくれませんか。ダメだ、またくっついてしまう。牧師は慌てて止めようとしましたが間に合いませんでした。二人の農夫は弟子の体を引っ張ってやはり手がくっついてしまいました。ついに7人になった行列は町へやってきました。町の人たちは行列を指さして不思議そうな顔をしています。まああの方たちは何をしているのかしら。騒ぎを聞いた王様と王女様がお城のバルコニーに出てきました。あんなに人がつながっているなんておかしな行列ですこと。行列は右へ行ったり左へ行ったりしながらドタバタと進んでいきます。ハンスたちを見ておかしくなった王女様はついに笑い声を上げました。うふふふふ、わははは
なんと王女が笑ったぞ。その時、突然みんなの手が離れました。王様はすぐにハンスをお城へ呼びました。ハンスは王様が金のガチョウを気に入ったのだと思いました。この金のガチョウは王様に差し上げようと思ってここまで持ってきたのです。ガチョウ？違う違う、そのために呼んだわけではない。ではどうしてですか？王女を笑わせてくれただろう。王女は気難しい性格で、生まれてから一度も笑ったことがなかったのだ。褒美に王女と結婚させよう。ハンスはびっくりしましたが喜びました。王女様も自分を笑わせてくれたハンスをとても好きになりました。王女様はそれからいつも優しく笑っているようになりました。ハンスは王様の後を継いで、いつまでも幸せに暮らしたということです。はい、ありがとうございました。いやー、中尾さんすごい、かわいらしい。いやね、二役までいただいて、そうなんですよ。ハンスと王女様もやっていただいたんですが、最後の王女様のイラストにもそっくり、そっくり、超かわいいです。キュートキュートかわいい。ありがとうございます。貴重な経験。お得なんかしないですよね、普段ね。しないですよね。もう、いや、もうバッチリでした。よかったです。素敵なお話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。先ほどね、朝のトレーニングのお話ももっと聞きたいんですが、SNS に世界配信しちゃったら、なんかその時勇気がいるんですけど、言っちゃえって褒められた。そうです、言っちゃったらやっちゃえって感じです。やっちゃえですね。背中を押してもらいましょう。はい、はい、早くもエンディングでございます。いやー、あっという間でしたね。でも共感するってやっぱり一番先にファーストに来るとこなんですね、やっぱりね、うん、そうなんです。でもそれを引き出すとか、うん、なんか背中を押すとか言葉ですごいなと思うんですけれども、うん、じゃあこちらのちょっと説明を少ししていただいて、トレーニングちょっとチラシを、ありがとうございます、はい、させていただいて、こちらは、はい、これはですね、トレーニングといっても筋トレをするわけではなく、うんうん、しかも文章を書くわけでもないんですね。はい、何をするかっていうと、はい、今これからやらなきゃなと思いながらやってないことってみんなあると思うんですけど、ありますね、ありますよね、私もあります。でそれをじゃあ今何をすべきかなっていうことをね、自分のメモで書き出して、うんうん、でこれをやったらどんなことがあるだろうとか、うん、そういったことを気づきを次に書きます。で、あ、これをやったらこんなことがあるって分かった時点で、うんうん、最後にじゃあこの行動をやってみようということを行動に落とし込むってことをやるんですね。なるほど、行動の気づきですね、じゃあね、うんうん、気持ち動いてから行動すると、うん、そっか、やらねばとね、自分でやっぱ気がつくことが大事ですよね。その通りです、ね、はい、ありがとうございます。それからの先ほどもいっぱいお話があるその朝トレのことですね、9月ももう実際すぐあるそうで、誰でも行けますか？はい、はい、もう、ありがとうございます。本当に誰でも無料で参加できるので、うん、無料、うん、はい、ただお申し込みいただいて、予約を、うん、お席ね取る必要があるので、はい、うん、ぜひね、よかったらご参加ください。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。朝10時から行きやすいですね。はい、はい、じゃあいろいろこの共感するっていう言葉を学びたい、またこちらのトレーニングに参加したいという方、中尾さんにアクセスするにはどうしたらいいでしょうか？そうですね、一番はこれに来ていただくとか、うんうん、あとはもうね、はい、そうですね、これに来ていただくのが一番早いのかな。ね、誰でも参加できるそうですから、うんうん、別にビジネスしてない人でも大丈夫、全然大丈夫です。主婦の方でも学生の方でも、学生さんもいい、いいですね、いいです。学生のうちから共感することね、勉強してたら、そうなんですよ、だいぶ役立ちますよね。私学生の方も支援させていただいてるんです、就活を、うん、あ、すごい、就活役立ちますよね、皆さん。そうですよ、まあ、ありがとうございます、はい、盛りだくさんでございました、はいはい、さて次回は9月12日の放送になります。ゲストは斉藤雅樹さんですね。お話は
稲葉の白うさぎです。次回のアシスタントはゆうかりんです。はい、本日のディレクターは青木さんです。はい、また次回もお楽しみに。今日のゲストは中尾美香さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、共感皆さん大事ですよ、うんうん、知識よりもまず共感ですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。